まあそれを最後にまとめようかなと思っていたんですけども、やはり私は、まあ、今日こういうね、授業の中で日本の現在の伝統の比較とか、その後どうなるのかっていうようなことはおいおい話しているつもりなので、まあ場所を中心にしていろいろとそこからの違いっていう話でいいんじゃないかと思ってはいるんです。で、まあ、やはり場所をしっかり見ていくっていうことを基軸にしたいと考えてます。それでですね、まあ、前回のプリント、今日は内容まで見ていきたいと思うんですけども、まあ、場所の特徴としてね、促進植物是心是物、病状心是物ですね、植物、それから病状心是物、2つを挙げてますね。で、まあ、非心非物っていうのはこれと促進植物の、まあ、裏表としてですね、これも挙げておきたいと思うんです。まあ、前も言ったように当時の人はこの促進植物病状心でもこの2つをですね、場所の思想のキーワードとして挙げる場合がその当時の人の場合ですよ、多いようなんですね。なんだけれども、この是心是物、促進植物とか是心是物って言っちゃうと、まあ、全工程ですよね。なので、結局、まあ、日本の音楽思想って分かりますかね、中古伝代などでこうヒエランなんかで、言われた、もうそのままで悟っている、本来悟っているって考え方ですね。それが、まあ、あまり悪い誤解されちゃうとですね、修行無用論になってしまいます。やっぱり仏教はこの、宗教である面と修行道である面と両方ありますよね。で、その、まあ、かつて私は指導教官の人がですね、割とね、インド仏教でしてね、私の学部時代ね。で、最近よくテレビにも出られててですね、コロナ時代にやってコロナのあれから、全部 YouTube で配信してるってよく見てるんですけど、まあ、仏教っていうのはね、一つ特徴として多様性がある、ね、これ非常に重要だと思います。そして、それはその私の先生も言ってるんですけれども、その、まあ、少女仏教と大乗仏教大きく違います。そして、だけれども求めているものっていうのかな、目指すものというのは、まあ、人によって表現は違うけれども、私の言葉で言うならば心の安らぎ、平たく言うとね、心の安らぎを求める、あるいは心の安らぎを与えるということで、いずれにせよ心の安らぎを追求しているものだというふうに私は考えます。その方法として煩悩を取り除くものだという人もいるし、それも間違いではないと思うんですね。煩悩っていうのは欲望とよく勘違いされますが、欲望だけじゃないですよ。で、私あまり人は言わないんですが、まあ、欲望って何かって言ったら、あ、ごめんなさい、煩悩って何かって前も聞いたと思うんですけど、割と皆さんは割と、まあ、私の思っていることと同じような答えを出してくれたんですが、多くの人は欲望を挙げる人が多いんですね。確かにトン・ジン・ジね、むさぼり、愚かす、むさぼり、怒り、それから愚かさ、これが、まあ、三毒って言って一番大きいもので、プラス、疑い、それから増上慢になること、ね、こういうものが挙げられるわけなんですね。でそのむさぼりというのは、こちらからその底に欲求があって、その自分のために、外に求めるっていうのがむさぼり、トン・ジン・ジン・トンですね。だから自分というものをと他者を分けて、他を排斥したい、あるいは何かに対して、拒みたいという気持ちが怒りになるわけです ね。それがトン・ジン・ジン・ジン。そして地位は愚かさ、その、自分の状況を正しく見られないであったりとか、あるいは、迷わなくていいものに対して、正しくそれを判断できずに迷ってしまう、苦しんでしまうという、愚かさ、悲しい愚かさですね。
そして、真実のものを逆に疑う。そして、自分はそうやって頑張っていくと、それ頑張った人であればあるほどそれにこだわってしまって、増上慢になってやはり物が見えなくなるということがあります。ですので、そういったものが煩悩と言われますけれども、煩悩っていう字は煩悩っていうのはこの煩わしく悩むと書きますね。そして、まあ、別名枠とも言います。やはり惑うですね。でこれはつまりその欲ではなくって、その欲によって惑う、心も体も、惑わされる、あるいは煩わしく悩ませる、そういった精神活動の一般、これを煩悩というんですね。すべて精神活動です。だから、投与できるはずなんですね。で、我々はその煩悩に惑わされて、この、そういう精神活動に、をコントロールしにくいもんだと思い込んでると思いますけど、結構できてる人多いんですよ。よくね、例えば、まあ身近な例で言うと、お母さんがすごいヒステリックで怒ってると、ね、ところが急にね、お客さんから電話、なんか誰かから電話かかってきたら、いやいつもどうもありがとうございますって声が変わるみたいなので、ありませんか？見たことありませんか？皆さんでもそういうことはあるんじゃないかなと思うんですね。でそういうのはちゃんと切り替えられてるでしょ、コントロールできてるちゃんと。ですからね、できないことでもないんです。で自らなんか悩もうとしてる人が結構多い。私もそうだな。自分でわざとね、悩みを見つけて悩もう悩もう、その悩んでる自分になんかちょっと浮かれてるようなところがある、ね、なんか辛そうな自分がかっこいいと思ってるっていうねところが結構誰しもあるんじゃないかなと思うんですね。でそういうものに対して嫌気をさして、まあ別にそんなものいらないじゃないかと、褒められてもどうでもいいし、けなされてもどうでもいい。これどっちみち自我っていうものがあるから、褒められると嬉しくなったり、けなされると腹立ったり、あるいはへこんだりするわけですね。自我がなかったら別にもうちょっと別の視点から自分を見てたらね、そういうものはないじゃないですか。だから仏教っていうのはそういうね、まあ自らの心をしっかりと投与して、心を安らげていくっていう、出家者っていうのはまずそういう、自分の、まあ、病院にも例えられますけれども、自分の心がその不安だから出家して修行するわけですね。それで、その、まあやってるとね、ここからはあんまりね理屈ではないんですね。やってるとね、なんかね、こう自分というものがだんだん消えていくでしょ。そうすると ありがたいって気持ちになるな。ありがたい、感謝に包まれるわけ。もう自分の体はどうでもいいやと、感謝に包まれる。なんだろうね、何とか分かんない、何に対して感謝してるのか分かんないんだけど、いろんなもので本当に、まあ、やっぱ自然かな、空気が吸えるってことだったり、水がありがたいってことだったり、ちょっとしたね、ことでこう、もう本当に、の食べ物がない、飲み物がないって時にね、こう雨が降ったら本当に、助かったってなるね。でその感謝みたいなね、ありがたいっていう気持ち、がもう一番幸せを感じる時ですね。だけれどもありがたいで終わらなくって、やっぱりそれがさらに一歩進んで、その感謝を今度逆にいろんな人たちにつなげていきたいっていうかな、広げていきたいっていうかな、その人じゃなくてもいいんですよ。鳥でも虫でも、植物でも自然でも、自分が死んだら自分の体が栄養になって、植物がね育てば、それでも十分ありがたいっていう気持ちになっていくと思うんですね。だからそれがいわゆるその自利と利他っていうのは、もう本当に一つのことの、まあ、裏と表の両側面だと、感謝のね両側面だというふうに私なんか思います。でそれをこう教理で言うやっていくと、その自利と知恵だとかね、そういうふうになっていくわけですね。でも考えてみてください。キリスト教でもね、愛と知ることが大事だって言いますよね。これは仏教の言葉に置き換えたら、定義がそれぞれいろいろ違うの、教理を細かくやってると違うけど、こう置き換えたらもう推測できますよね。知恵と慈悲でしょ、ね、でそれに対して飽くなき努力をするっていう願いね、そういうものがやっぱり持ってもらって、
でもちろんそれだけじゃダメじゃん。やっぱり行動しなきゃいけないっていうことで行動していく。これを仏教では慈悲を観音様、知恵を文殊、行動を普賢、願を、地蔵菩薩で表しているわけですよね。これは中国の四大名山に配当されてますよね。あれ宋代以降仏教のね、なんていうか今で言う仏教ツアーみたいなのが結構流行って、巡礼ですね、ツアーが流行ってですね、普陀山とか五台山とかね、九華山とか、それから普陀山、といったですね、あと峨眉山ね、のようなそういうその仏教名山というのが できてですね、それぞれに菩薩で配当されるわけなんですよ。それは菩薩の本願というのがやっぱあって、結局観音様は慈悲、文殊は知恵、普賢は実践、そしてだから知恵と実践ですね、知行合一っていうね、儒教思想とも相まって受け入れられていくわけですよ。でその根底にはこよなき願い、悪なき願いってのがあるわけですね。だからそれをまあ言い換えれば菩提心だったりとか、そういうふうになるわけです。だからそういうものを根底として大雑把に掴んだ上で細かい思想とかね、そういうものを見ていくと、まあなんていうんですかね、しっくりくるんじゃないかなと、腑に落ちてくるんじゃないかなというふうに思うんです最近ね。どうしてもね、文献に、今の日本の仏教学ってこういう文字を読んでいかないね、文献を読まなきゃね、一つの文字だけでもう何年もかけたりすることがあるんです。それとっても大事なんですね。なんだけれども、それをやってるとやっぱりどうしてもね、視野が狭くなる。なので気をつけなきゃいけないですね。でしかも文献に真面目に対するっていうこととても大切なんだけども、対してしまうんですよ、向かい合ってしまうんですよ。でいろいろ事情あると思うからねで向かい合ってしまうと思うんですね。向かい合うことはまず最初は向かい合うんだけれども、まずは向かい合うんだけど、向かい合ってるだけじゃダメですね。その人がなんでこう言おうとしたのか、なんでこう言わないでこう言ったのっていうふうにものを見ている。他に言い方あったはずだ、いろんな選択肢の中でこういうふうに言ったっていうふうに考えていく。そうすると同じ時代、同じような地域の人で同じようなこと言ってる人いないかな。同じようなこと言ってたらその時代のその地域の風潮かもしれんし、あるいは地域が違うけど同じ時代だったら時代の考え方、ね、同じ時代だけど地域が違ったらその地域の考え方っていうような感じで、地域のベクトルと時代のベクトルと、その人のその方形とかね、お師匠さんからお弟子へっていう流れ、思想の系統の流れの傾向の3つのベクトルでものを考えて、その交差点で人を位置づけて考える必要があるし、でなおかつね、これは非常に客観的だし、私は思想的な研究方法として非常に有意義だと思って、いつもこれやるんだけれども、もう一つね、ここは今の文献学、仏教学も文献学じゃないと私研究じゃないってずっと思っていました、若い時は。そういうふうに教わったし、それ以外のことはもう寺でやれみたいなね、言われましたけど、自分と対比するってことは必要だと思うんです。やっぱり学問っていうのは自分学んでいき、それを問うていく。学習と違うところですね。学習は学んでインプットしたものを習う、アウトプットしていくわけですね。反復するわけですね、自分のものにする。これは訓練ですね。学習っていうのは、学問っていうのは問うていくわけです。なんでこう言ったのこの人と、で自分ならどう言うっていうふうにね考える。そしたらそのね、学問対象、今日だったら例えば場所と肩を並べることになる。つまり場所に向かい合って、場所はどういうふうに、どうしてこう言ってんですかって言ってるうちはまだ相対ですが、こう肩を並べるようになると、次場所こういうふうに言うだろうって分かるわけね行間が読めるわけね。で思い込みじゃないですよ、あくまでも客観性を置いといた上で、なんでこういうふうに言わないのとそういうふうに思うと、新たな疑問が湧いてくる。そうが学問ですよ、ね、問うていくっていうことが大事ですよだから私が言ってることもそうです。まあ私の身になって皆さん自己をしてください。なんでこいつはこんなこと言ってんのとそういうふうに考えたときに、まあ分かっちゃったらバカ野郎と思うかもしれないし、逆に分かってくれたんで
帰ってね、あ、こういう意図でこんなこと言ってるのかなと、ね、いうのが分かって、もうちょっと一歩進んで見えてくるんじゃないかなという気がします。だから、これはもうこの授業で私がって今言ったけど、それは例え話で、他の授業でもそうだし、親や友達や他の先生と対する時も一緒、また文献見る時も一緒、ね、相手の立場になってみたいなことを言われるとなんかこうホワッとするよね。優しくていいかもしれないけど、あまり聞き慣れすぎちゃってなんかよく分かんなくなっちゃう。だけど、まあ、結局相手の立場になるってことなんだかもしれないけど、慣れって言われたって慣れないでしょ。まずは対して、そしてなんでこいつこういうふうに言ってんだ、俺ならこういうんじゃないか、ね、俺ならっていうのを考えていくとだんだんね、見えてくるものがあると思う。で、それは自分が足りてないっていう部分もきっとあるよね。例えばね、場所はすごい人だけど、自分は修行足りないから分かんないんだってこともあるよね。そういう自分への問いっていうものを常に持ってないとダメ。で、それを人に分かるように伝えるのが研究職ですよ。学者のやんなきゃいけないことですよ、ね、自分が分かっただけだったらまだダメ。それを人に伝え、さらに人に有益な情報として提供する。そこまでできてプロです。プロはそこまでできない。皆さんはもうプロの学者になるんじゃなかったら、自分が分かるところまでは少なくともいかなきゃいけないね、うん、で、まあ人に伝えるぐらいまでかな、ね、相手に有益ってところまで本当はいけたらいいんですけど、まあ日常生活ではなかなか難しいかもしれないですね。でもね、悩んでる友達とのに相談に乗るとかいうときはやっぱり必要ですよね。自分の思ってることを言ったってダメだか、相手には響かないから私はこう思うとはね、言ったってね、あんまり響かないですよ、うん、相手がどうしてこう考えるのかっていうことまでいかないね、まあ、悩みは難しい。悩みそうだ、難しいです。同調しちゃうから同じ波長になっちゃうと一緒に悩むから、一緒に悩むことはとっても大切なんだけど、ただの傾聴で終わったら、例えばお坊さんなんかだったらただの傾聴で終わったらダメなんですただ寄り添うとかね相手になって寄り添うとかね笑っちゃいけないかもしれないけど私嫌いなんそういうなんかなんていうのかなどっかで聞いたようなセリフがね、結局別にそれでいいんだけど、なんかそんなんじゃなんかガツンと来ないねだからね、でやっぱりね、まあ、例えばお坊さんであるとか、あるいは親であるとかね、先生であるとかだったらば、さらに一歩進んで指導じゃないね、背中を見せる、あるいは、やっぱり手を垂れるっていう部分も必要です。手を垂れ差し伸べるっていう部分もやっぱり必要ですよ、つくづくそう思う。あれもちょっと前までは転んだ人がいたら自分の安全を確保して助けるんじゃなくって、一緒に転ぶ方が優れてると思ってたのねなんだけど、常識的にはちゃんと安全確保してねやるんでしょ。だけど仏法としては一緒に転ぶ方が優れてると思ってたんだが、ある面では一緒に転ぶんだけれども、転んでそのまま溺れちゃダメだね、なのでしっかりとした自分も持った上で一緒に支え合って立ち上がるってところまでいかないと、まあ、リードはしていけないだろうなと思います。で、だからそういうのもね、忙しい毎日を生活してるとなかなかね、見誤るんです。分からなくなってきます。だんだん視野が狭くなる。私もちょっと前まですごく忙しかった生活をしてました。だからね、もう視野が狭くなりますで、目の前の仕事をやっつけるのに必死になりますね。だからね、場所見てるとね、すごい余裕があるんですで、やっぱり人物がでかいんですよね。だからね、リーダーってのは余裕を持ってないから、じっくり自分のことを考えるとか、じっくりゆっくり静かにものを思う時間、十分な時間、1日2時間以上は持てるような、そういうものじゃないと、あんまり忙しすぎるとね、リーダーダメだと思いますね、ちょっと余裕がないと、あんまり余裕を持ちすぎるというかね、よからずと考え始めたねいや本当です、人間ってそういうもんなんですよ。お金があると使っちゃうし、
ね、時間があると無駄にする、うん、そういうとこあるから適度にね、うん、あった方がいいと思います、あんまりね、お役人みたいな人が事務仕事が長けた人が一番上のトップに行っちゃうと、ダメなのね。事務できる、仕事できるその技術屋をちゃんと配下に置いて、やっとけ、あとよろしくって言える人だよ。でしかもそのよろしくがものすごく静かで定まっていて、その人がさっと部屋に入ると部屋がスッと静かになり穏やかになるよね。そういう人でないと、リーダーには向いてないだろうなと思うね。リーダーはもう方向を示す、そしてそれにみんなが信頼してついていけるっていうね、そういうのでいいんじゃないかなっていうふうに思います。だから徳をね、養うということです。諸葛孔明って知ってますか？諸葛亮、ね、知ってる。説明いらないですよね。超有名だからね。で、諸葛亮がね、自分の死ぬ前に自分の息子にね、宛てた手紙って開始書ってのは、自分の子供にこう戒めたんで、あ、これ、あってね、あの人はやっぱり常にね、激情する人物たちを見てきたんだ。激情するリーダーを、ガンガン進んでいくリーダー、それから徳を養うとか言いながら、最終的には兄弟のためにね、仁義に生きてしまった。まあ非常にね、いい人たちだと思ってたけれども、やっぱり静かであるってことが大事だとね。どうなって、農作業、そして便利してもらって旅行で養うと、これだと思うな。儒教的な概念だかもしれないけれども、これ言ってるのはね、いいのよ。この開始書って戒めてるように、この後続くんですよ、ずっとね。そんな長くないです。ググってみてください。出てくるからすぐ。ね、いいのはね、この心を静かにしてないと、デメリット多いよと。そういう言い方だよね。そうしなさいじゃなくって。デメリット多いし。勉強しようと思ったら心を静かじゃないとダメだし。欲望を抑え、欲望に惑わされてると、志を失っちゃうってことですね。つまり、あれをやりたい、これをやりたいっていうのも、これは、これを志とか勘違いしちゃう。だから、志は欲とは違うんだよっていうね。だから、勘違いしないで、欲は抑えるようにしないと、志を全うできないよって言ってますし、この剣っていうのは、狂犬とか、いうでしょ、まあ謙虚っていうことですね。これもさっき言ったように、やっぱり、人と人を、人の立場を知るっていうことをすれば、自分が結局自分の愚かさみたいなのに気づくし、人と和すことができる。でこの仏教っていうのはね、よく、まあ、中国書では性善説、性悪説ってある。で西洋の哲学にもそういうのありますけれども、仏教はね、どっちですかみたいなこと言われて、性善説だみたいなこと言う人いるんですが、どっちでもないと思いますね。もともとね、仏教はね、人間は愚かなものだ、そこから始まってます。この世の中苦しいんだ、思いのままにならないんだと。ドゥッカですよね。ドゥッカっていうのは苦しみっていうかよりは、思いのままにならないんだってことですね。でそれはまあ一種カースト制度などから生まれてきた切実な思いがあるわけで、思いのままにならない、ね、いくらいいことしたって思いのままにならないけれども、いやそうじゃないの、いいことしたらいい結果が生まれるよ、ね、変な、なんか全然関係ない結果が出てきたりはしませんよと。自分が努力すれば自分にそのまま、それと相応した結果が出てくるというふうに言ってるわけだから、両家に生まれるとかね、よく書いてある。別にいい家に生まれなくたっていいしって初め思ってた人ですね、学生時代。だけどそういうことじゃないですね。カーストを飛び越えることができますって言ってるわけね。それで当時からすればすごいことですよね。でこの狂犬っていうのもとっても大事で、やっぱりさっき言った感謝ですね、傲慢なところから感謝生まれないですからね。だからね、
んで、そうやって徳を養うことが最終的にはね、リーダーとしても何かするにしてもやっぱり最終的には人徳でしょうということです。知恵とか技術じゃない、ね、知識や技術は道具だよと、ね、最終的にはそれを扱うのは人徳ですから、ね、これはダレーラモンも言ってましたね。鉄道というのは単なる科学技術だと、それをどのように使うかっていうのは人間の知恵、あの人は知恵だと言ってましたけれども ね、 ね、知恵の使い方間違うととんでもない方向になるから、それはもう言葉のあやっていうか、まあ、そういう流れでそういうふうに言ってるんですが、やっぱり人間が、人間の心がね、それを使うわけですから、で、私はよく言う、私のコツはね、ダイナムのことで、あ、同じこと言ってるぜとかって、ちょっとね、傲慢になってるんですけどね。E イコール MC 事情っていうのは科学方程式としては科学の真実だけれども、それの使い方によってね、変わるでしょ。知識であったり技術だったりするんだけど、使い方によっては原子力発電作ることもできれば、ね、科学、単なる科学の真理なんです。で、アインシュタインもそれを真理を求めただけなんです。相対性理論というのを出しただけなんだけど、そこから原子力爆弾作って非戦闘民まで焼き殺してしまったらさ、悲惨な目に遭うことは、これは日本は唯一の被爆国ですからね。それは非戦闘民がですからね、誰も言わないけど、おかしいよね。で、普通に女子供っていう言い方おかしいかもしれませんが、本当に武器持ってない人がやられてるわけだから、動くものは全部敵だって馬とか撃ってましたからね。本当じゃね、馬も軍馬になるかもしれないとそんな無茶なみたいな、動くものは全部撃てという命令だったらしいですからね。で、伏兵が多いから、なんかその一般人もみんな軍事訓練を受けてると、学校で竹槍ですけどね竹槍上に向かってついてるビニジク落とすとかやってるんですよそれに対して武道禁止で出してさ、ね、なんか一般人もみんな戦闘員だというふうに位置づけて全員殺しちゃったんですよね。そういうことは、こういう静かに物を考えるそういうことないんですよ。うやうやしく強権にして自分を自らを慎んでいれば、ね、そうおかしいってことは気づくんですね。やっぱりこう心を静かにする、とても大事なことですね。まあ、そんなことを休みの間考えました。で、はい、さて、馬槽の前部ちゃんと行きますね。前ちょっと言いましたが、道は主するを用いず、ただお膳することなかれ。これは普通は道は治めるべきものだ、ね、修道する修行するべきものだっていうべきなんですが、修行することによってむしろ本来性を傷つけるって考えるわけです。つまり本来性への回帰っていうふうに考えているわけです ね、 だからそれを行常心と言っています。その平常心と言わずに行常心って言ってのは、一般でいう平常心とは意味が違うからですね。平常心っていうのは何もない普通の普段の気持ちに戻すことで、イライラしたり緊張したりしないっていうようなイメージで今考えてますが、受け取られてますが、本来馬祖が言った病状心というのはですね、そういう意味ではなく、患者にしただけど、そういう意味ではなくて、ありのままの心っていうんです。ありのままの心で、これをなんていうかな、素直な心っていうふうにも受け取っても構いません。素直、ね、直心、これ道場という言葉は禅語としてよく知られてますが、もともとは家の行程をここに出てくる言葉ですね。ここは素直な心というふうに我々は解釈しています。別訳は違うんですけれども、まあ、素直な心というふうに我々は受け取ってますね。で、そのつまりこれはどういうことかっていうと、ゆいまさんっていうね、人が、孤児ですから、在家の人です。出家僧じゃない。その人が主人公で出てくる。もう一つ、昭満行っていう昭満夫人という、やはり在家の女性。